レンジで簡単。長ネギのめんつゆ中華を紹介するよ。冬の長ネギは美味しくて体にもいいけど、そうたくさん食べれるものではないよね。でもね、レンチンしてナムル風の和え物にすると、かさが減るからたくさん食べられるんだ。何よりシャキシャキして美味しいの。体も温まって風邪予防にもなるよ。それではレシピです。まずはじめに長ネギは斜めで5ミリ幅に切ります。そのまま切って輪っかのままで大丈夫だよ。緑色の部分も傷ついたところを取り除いて同じように切ってくださいね。切った長ネギは耐熱のタッパーに入れます。火の入りにくい中央は少しくぼませておくと加熱ムラを防げるよ。次に蓋をしてレンジで加熱します。切った長ネギはこんな感じ。まだ張りがあって加熱不足のようにも感じるかもだけど、これがシャキシャキのポイントなんだ。ちなみにもうこの時点で、あの独特の匂いや辛みは残っていないから安心して。あとは、めんつゆとごま油を加えて混ぜて、お皿に盛って白ごまをかけたら完成だよ。じゃじゃーん、美味しそうでしょ？そのまま食べておつまみにしてもいいし、ご飯に乗せても美味しいんだ。卵かけご飯にすると最高だよ。長ネギは体を温めたり、風邪を予防する効果があるから、寒い冬や冷え性の方におすすめです。簡単なので、ぜひ作ってみてね。このチャンネルでは、美味しい料理やお菓子を簡単にアレンジしたレシピで紹介しています。おばさん韓国ドラマ見るのが忙しいから、料理は簡単なのが多いよ。ぜひまた遊びに来てね。それでは今回はこの辺で、さよなら。